こんにちは、アミニーです。今日は料理動画を撮っていきたいと思います。突然なんですが、皆さんサラベスっていうカフェはご存知でしょうか？サラベスっていう朝食が有名なカフェがあるんですけど、そこにちょうど去年のバレンタインの時期に行ったんですよ。バレンタインの期間限定でチョコレートのパンケーキがあって、それがすっごい美味しくて、それをまた食べたくなったので今から作ってみようと思います。多分こんな感じかなとか思いながら作ってみるので、どうなるかわかんないんですけど、よかったら参考にしていただけると嬉しいです。では作ります。しました。見た目はサラベスのパンケーキとちょっとほど遠いんですけど、でも自分で食べるので見た目は関係ないでしょう。ということでこんな感じです。めっちゃいい匂いします。では食べてみたいと思います。どうぞ。いただきます。なくて食べやすい甘さです。たまに出てくる溶けたチョコレートめっちゃ美味しい。幸せ。やばいやばい、うんうん、はい、ということで今日はバレンタインも近いのでチョコレートのパンケーキを作ってみました。サラベスにあったチョコレートのパンケーキは本当はもっともっと美味しいし、見た目も綺麗だったんですけど、でもこっちはこっちでとても美味しくできたので良かったと思います。本日の動画は以上です。見てくださってありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあバイバーイ。